ベルナールギーとヨハネス22世、ベルナールギーは、フランス出身の修道士、イタン新聞官。名前の綴りについては、ベルナルドグイ、もしくは、ラテン語で、バーナーダス・ガイドニスと書かれることもある。イタン新聞の実務という本を書いたことで知られている。ベルナールギーは、1260年代初頭に、フランス中南部のリムーザン地方で生まれる。生まれた年については、 1261年か1262年のどちらかだと言われているが、正確な年は判明していない。13歳か14歳頃に、富に古海修道院に入る。18歳にして、修道生願を立てて、富に古海の会士となる。23歳の時に、ブリーブ総院の倫理学講師となる。その後、モンペリエで進学を学び、 南フランスに点在する総員の進学の助教を務めた。1294年にはアルビ総員で進学を教えるまでになった。翌1295年にはアルビ総員の委員長になった。その後、1307年までにカルカス・ソンヌ、カストル、リモージュの総員の委員長を歴任した。アルビとカルカス・ソンヌは、当時でも、範囲単身と、 ハンドミニコ会の動きがあり、ギーは自身の本の中で人生において最も苦しい時だったと書いている。アルビア・カルカス・ソンヌにおけるハンドミニコ会の動きが鎮圧された件については、自身の本であるトゥールーズ・カンク説教相談所総員の歴史の中でハンドミニコ会の人間たちに対して辛辣な表現で批判している。基本的に事実を淡々と書くのが、 持ち味の義であったが、この記録に関しては珍しく、感情を表に出して、文を書いている。なお、1295年から1307年までの、院長の歴任時代に、相談の歴史をまとめた本を書き、富に古海総長に検定した。1307年に、異端審問官に任命される。1308年3月に、地震発の異端審問を行う。 1323年6月に最後の判決を出し、異端審問官の任を得た。1692年にフィリップ・リンボルクが交換したトゥールーズ判決集によれば、ギーは生涯で907人に対し判決を下した。そのうちで、刑罰は、巡礼が17、十字架着用136、家計41、生きていれば終身刑17、生きていれば家計3、 死骸の焼き捨て52、死骸の焼き捨て及び、家屋の破壊14、掘り出されたまま3、不在において、有罪宣告40、十字軍への参加一その他一で、ある。刑罰の原型は十字架を外す許可135、牢獄からの釈放及び十字架着用139、である。東国に関しては、 狭き壁と、緩やかな壁の2種類があり、狭き壁の判決が31、緩やかな壁の判決が268、緩やかな壁及び、家屋の破壊の判決は8である。議員は、自身の異端審問官としてのキャリアの終わり頃の1323年頃に、異端審問の実務という本を書いた。異端審問官の任を解かれた後は、トゥイの司教に除任された。しかし、 実際には、アビニョンの教皇庁に勤めていた。この間に、議員は、自身の著作を、ヨハネス22世に検定している。1324年7月にロデーブの司教に、転任を命じられ、10月7日に着任した。ロデーブは、異端とされたベガン派への弾圧や、それに伴う、司教区内の教会の統制が緩んでいたため、荒廃していた。着任後は、 市教区内で様々な改革を実施した。着任するとすぐに市教区内を視察して回り、市民の要求した失政性を拒否した。そして翌1325年に市教区会議で聖職者の規則を細かく定め、3月24日には 32S 墓地に14歳以上の男子940人を招集して復讐を誓わせた。また、 高等法院からマラパーが使用権を獲得し、司教による債務者の人身拘束を可能とした。加えて、昔に授与された特許文書を理由に、司教区内での国王課税の中止をフィリップ六世に訴え、これに成功している。この間に、ギーは通称、緑表紙本と呼ばれ、前後間からなる、ロデーブ協会文書集をまとめた。最初の四巻は、 土地財産や特権に関する書類をまとめたもので、第5巻は、権利の書と名付けられ、国王の発行した証書や彼の特許状やロデーブ教会の歴史が書かれている。このように、教会を中心とした秩序の形成に努めた。しかし、問題もあった。議員は、ハンセン病患者の迫害に加担し、無実の罪で彼らの財産を差し押さえたことがあった。 これについては、後に、国王の命令で復権と財産の回復が、命じられた。1331年12月30日に、ロデーブ死去のまま死亡。遺体は、リモージュの説教僧員に葬られた。この死去について、ベルナール・ギー・ニラムカ略伝によれば、ギーの死亡前日に、リモージュの街道に不思議な光が出現し、大祭壇で消え、その翌日に、 ギーが死んだ知らせが届いたという。この本自身は、ギーの甥いであるピエールギーが書いたと考えられており、かなりの誇張が含まれていると言われている。ギーが書いた、フランスを系譜に乗せられたフランス国王の、決闘図など。ありがとうございます。